体が痒いのは過去の悪事のせいだと夢で言われた。人を傷つけた、物を盗んだ、嘘をついた、その一つ一つが痒みとなって蝕む。夢の中の私はたまに名曲を連れてくるから全面的に従うことにしているが、どうすればいいのか、お遍路さんやお百度参りでもしろというのか。だとあの子が言う。酒を我慢しているので水とかコーヒーとかどうしてもガブ飲みしてしまう。あの子は私にとって神様のような存在なので基本的に従うことにしているが、どうすればいいのか、最悪意識を失う恐れもあると医者にも言われた。